今日午前仙台市内を流れる広瀬川で川の水が赤く染まっているのが確認されました。県などが雨水管に溜まった鉄錆が流れ出た可能性もあるとみて調べています。広瀬川にかかる宮沢橋です。こちら上流側なんですが、上流側から数キロにわたって川の色が赤く染まっているように見えます。今日午前7時ごろから。 広瀬川の水の色が変わっていると警察などに通報が相次ぎました午前10時ごろに撮影したヘリコプターからの映像ではおよそ2キロの範囲が赤く染まっていることが確認できました現場を管理する県の仙台土木事務所や市の下水道管理センターが原因を調査しています いや原因がねちょっと心配なんですけど現場付近では2010年や去年6月にも同じような現象が起きていますその際はいずれも雨水管の内側にたまっていた鉄サビが直前に降った大雨の影響で流れ出たことが原因でした広瀬川では午後以降水の濁りは落ち着き魚の死骸は確認されていないほか 人への被害も報告されていないといなととうことです県や仙台市は、きのうからけさにかけて雨が降ったことから、今回も、雨水管から鉄サビが流れ出た可能性もあるとみて、調査を進めています。